私の戦闘力は53万です。はいどうも、皆さんこんにちは、ぬちです。ということで、本日はですね、ギョッコの声優予想をやっていこうかなと思います。刀鍛冶の里編なんかでね、登場するギョッコの声優予想をやっていこうかなと思うんですけども、ギョッコギョッコってめっちゃ言いづらいんだけど、名前変えてくれるもん。ということで、本日はですね、いつも通り5人予想していこうかなと思うんですけども、まあ、今回もねランキング形式でねやっていこうかなと思います。ではね、早速いこうかなと思うんですけど、まずね、皆さん高評価チャンネル登録よろしくお願いします。ということで、いきましょう。第5位は山寺宏一。スーパーサイヤ人ゴッドも見当たらないし、プリンも食べられなかった。はい、ということですね、この方が演じたキャラはですね、アンパンマンのチーズだったり、エヴァンゲリオンのね、カジ、リョウジなんかをね演じております。ということでですね、山ちゃん来ましたよ。ということで、まあ僕が今回山ちゃんをね選んだ理由なんですけども、山ちゃんってさ、こういうキャラ結構ありそうじゃない、ということで選ばせていただきました。ギョッコってもう本当になんかその山ちゃん集するというかさ、こういう変な不気味なキャラってなんか大体山ちゃんやってそんなイメージあるじゃん。だし山ちゃんって言ったらもう迷ったら山ちゃんでしょ。もういろんな声いけちゃうから、もういろんなマジで演技いけちゃうから、迷ったら山ちゃんでしょ、ということで山ちゃんを5位に選ばせていただきました。まあ普通にあると思いますよ。ということで山ちゃんなんですけども、第4位いきましょうか。第4位は千葉茂。そうだ、信じちゃいけねえよ。はい、ということですね、この方が演じたキャラはですね、ワンピースのバギーだったり、呪術廻戦のねジョーゴなんかをね演じております。ということでですね、まあ、この方を選んだ理由はですね、もう声質が完全にギョッコっぽい。もうギョッコっぽいんだよ。もう、うーみたいなさ、語彙力ないんだけどさ、うーみたいなさ、声がさ、むちゃくちゃギョッコっぽくない？このなんか、ガラガラ声というか、この特有のね、声質っていうのはやっぱ、来そうだよね。千葉さん来そうだよね。ということで選ばせていただきました。ということで、もう第3位いっちゃいましょうか。第3位は、飛田信夫。何がタケウ、誰がゾウをこんなことに、おい。はい、ということですね、この方が演じたキャラはですね、名探偵コナンのですね、風見優也だったりとか、ちびまる子ちゃんのね丸尾くんなんかをね演じております。丸尾丸尾ということですね、この方を選んだ理由なんですけども、このギョッコみたいなね狂ったキャラを演じられるのは、まあ、飛田さんいけそうじゃないっていうことで選ばせていただきましたまあそれだけの理由なんですけどね。なんかもう声質といい、なんかその狂ったキャラといい、それを演じられそうな、まあ人と言ったら、まあこの方をちょっと思い浮かべて、まあもっとね、2位1位はもっとね、もう近いんですけども、まあでも来てもおかしくないんじゃないかなと全然思っておりますよ、ということで、まあ第2位いっちゃいましょうか。第2位は、翔。ほら食ってるぞ。こいつは大物だぞ。はい、ということですね、この方が演じたキャラはですね、ワンピースのブルックだったり、カイジのね班長なんかを演じております。ということでですね、いや来るでしょ、蝶さん来るでしょ。もう声がさ、このなんというか、このなんかそのゴブリンみたいなさ、声がさ、マジでその狂ったような感じがもうギョッコなのよ。ギョッコなのよ。あの顔からもう、ギョッコの顔からもうこの声がね、浮かんできちゃうよね。この狂った感じのね、すごいなんか、感じがもうものすごく蝶さんじゃないかなと僕は思っていますね。ということでね、第1位と第2位めっちゃ迷ったんですけど、まあ、第1位の方はね、もっと近いんだよね。もっとギョッコっぽかった。だからま、第1位、いっちゃいましょうか。もう第1位いっちゃいましょうか。ということで、第1位は、中尾流星。退学だ、落ちこぼれを全員退学にしてやるのだ。はい、ということですね、この方が演じたキャラはですね、アンパンマンのバイキンマンだったりとか、ドラゴンボールのフリーザなんかを演じております。ということでですね、もうね、皆さんね、散々聞いたことある声だと思います。もう超有名声優さんですよ。いや、もう僕はですね、ギョッコの、まあそのシーンというか、刀鍛冶の里編を読んでる時に、もう一番に、もう思い浮かんできた声っていうのはこれでしたね。完全にあのドラゴンボールの、おほほほみたいな声がさ、頭にね、ギョッコギョッコ
よっこよっこみたいな感じで浮かんできちゃったんですよね。いやもう、あのふざけた感じじゃん、ギョッコって。ふざけてるしキモいじゃん、ギョッコって。その感じが出せるのはやっぱり中尾流星なんだよねっていう、あのフリーザの笑い声みたいなさ、あのふざけたような笑い声、おほほほみたいなさ、感じがさ、ものすごく近いなと思いまして、もう選ばせていただきました。まあ僕はもうこの方で確定なんじゃないかなと思ってます。なんでね、もう中尾流星さんでしょ。ということでね、中尾流星さんが第一位でしたということなんですけど、皆さんはどう思いますでしょうか。まあ、長さんっていう方の意見も結構あったんで、まあ、本当に1位にどっちが来てもおかしくないんじゃないかなと思ってるんですけど、みんなのね、予想コメントなんかもね、ぜひぜひコメント欄によろしくお願いします。ちょっと読ませていただこうかなと思います。皆さんはどう思うのでしょうかね。ということで、この動画良かったよという方は高評価、そしてチャンネル登録、ぜひぜひよろしくお願いいたします。また次回の動画でお会いしましょう。バイ。はい、ということでね、今日も雑談やっていこうかなと思うんですけども、今日はですね、最近ですね、僕、かぐや様は告らせたいのね、漫画をね、読んでいてですね、まあ、アニメ3期も決定したということで、ちょっとね、僕漫画持ってるのに、全然読んでないじゃんということで、ちょっとね、最近読んでるんですけども、いやね、めちゃくちゃそれがね、面白くて、びっくりしちゃったんだよね。今までさ、かぐや様は告らせたい第1期、第2期と、どんどんこう、面白くなっていくから、あ、原作もっとおもろくなるんじゃねえと思って、まあ、その続きらへんから見始めたんですね。そしたらもう案の定も予想していた通り、もうどん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 面白くなっていて、もう本当にすげえなと、この漫画すげえぞという、かぐや様を告らせたい、むちゃくちゃ面白いし、もうラブコメもたくさん読んできたけど、まあその中でもものすごくこう好きな作品だったなというか、まあラブコメなんだけども、まあどっちかっていうとこうギャグとかそっちの方が僕は好きで、かぐや様のギャグっていうのはもう本当一流でめちゃくちゃ面白いんですよね。普通に漫画で読んでいて笑っちゃう、そんなギャグとかもあったり、普通にそういうなんかそのね、なんかノリが好きなんですね。かぐや様のノリ好きで、あとかぐや様のなんかファンの民度って結構高いよね。僕、かぐや様の関連の動画とかよく見たりするんですけど、ファンの民度とかも良くて、あ、かぐや様めっちゃおもろいやなっていう感じですね。まあファンの民度はちょっとまあ関係ない話なんですけどね。ということで、かぐや様原作読んでね、14巻むちゃくちゃ面白かったんですよね。なんでね、皆さんね、ぜひぜひね、かぐや様告らせたいの原作読んでほしい、本当に。いや、これ3期めちゃくちゃ神でしょ、マジで。マジで3期神でしょ、多分やばいよ、マジで。レベルやばいよ、原作の。アニメ制作会社確か A1 ピクチャーズだったっけ、ちょっと忘れちゃったんですけど、いや、アニメ制作のクオリティもえぐいから、もう化け物誕生するべ。3期。化け物誕生するでしょ。ということでね、かぐや様は告らせたい第3期、むちゃくちゃ楽しみにしてるんですけど、原作もぜひぜひ皆さん、見てみてほしいなと。ちょっと個人的に本当に面白かった。ということで、見てほしい。ということで、今日の雑談は、かぐや様は告らせたいでした。また次回の動画でお会いしましょうね。バイ。